ユナ先輩、無事でありますか？無事なものか！こんな格好で見知らぬ場所に飛ばされてきて！安心してください。みんなもそんな格好であります。え？お前はものすごく似合っているではないか！着こなしている感がすごい！この私は、その、とてもみっともないのだ。嫌味か？すでにここから確認できる腰のくびれだけ見てもルカナビに似合ってそうで怖いぜ。聞きましたか？あの冷静な分析力で 31A の参謀となっている泉ユキの言葉を。彼女はお世辞を言いません。だからこの窮地を打破すべく我らの方を向いてください。確かにこのままでは八方塞がりだ。絶対に変な目で見るなよ。はい。丸出しなのにエッチじゃない。むしろ崇高、女神の名がふさわしい。全くかなわない。圧倒されるな。この世の男全員虜にする気か。まさに地上に舞い降りたエンジェル。もう嫌だ、帰る。どこへですか？それを一緒に力を合わせて探すのではないですか？だったら口々に感想を述べるな、並べ立てるな。とにかくすぐにも羽織るものを手に入れたい。それはダメだよ。どうしてだ？ルール。じゃんけんで負けたら水着って伝えたじゃん。こんなことが起きていてもそのゲームは続くというのか？続きます。ゲームというのはそういうものです。あの二人はすでに着替えてるではないか。目覚めた時点で制服を着ていたためセーフとなります。マジか、私もそうしとけばよかったぜ。ここに 30C の皆がいないだけでも助かったと言うべきか。いらっしゃいませ。これって何なの？無血という巨大ウォーターアスレチックになっています。ホテル宿泊者であれば無料で挑戦できますよ。だってさ、挑戦してみようぜ。そんなことをしている場合か。ユイナ先輩、これは遊びではなく挑戦です。お姉さん、そうだよな？はい、名もなきアスリートたちのオリンピックとして開催させていただいております。つまり基地もない私らにとって唯一できる訓練なのであります。だが誰から見ても遊んでいるようにしか見えないと思うのだが。そう、一般人に紛れ、しかし実は鍛えて、我々にとって格好の隠れ蓑ではありませんか？確かに。お前普段はバカなくせに言葉だけは巧みだな。これでも作詞家だぜ。本当にな。それで賞も取れてたんだから詐欺師の才能もあるな。最高の褒め言葉はありがとう。犯罪者呼ばわりされてんのに相変わらずポジティブさがすげえな。ポジティブの鬼かよ。今日だけじゃ終わらないのか。夜も遅いし帰って寝るか。まさか寝る時もこの格好のままなのか。ユイナ先輩、それを脱いでは過去を救わぬまま未来へ帰ってしまいます。そうか。だが汗まみれなんだ。シャワーぐらい浴びさせてくれ。もちろん。これだけ豪華なホテルだ。きっとすごい大浴場があるに違いない。シャワーだけでいいんだな。ゆっくり浸からないと疲れも取れずに明日の戦闘に響きますよ。そうか、そうかもな。入浴にはそういった効果もある。うん、入ろう。ユイナ先輩、失礼します。はぁ、どこに手を入れてくるのだ。着衣したままだと洗いづらい場所です。ここは後輩にお任せください。待て待て待て、とてもいけないことをされている気分だぞ。後輩の務めとしてやりきらせてください。続けるのか。はい。失われる。汗や皮脂の汚れはすっきり失われます。いや、心身でいう心の方からだ。逆です。体がきれいになると心には余裕が生まれます。違う、もっと大事なものが失われそうなのだ。逆に気がされている気もするのだ。まだ泡だらけだからです。お湯で流したらツルピカになります。
さて、今日は何をしようか。ワクワク、ワクワク。海と言ったらそうだな。スイカ割りしようぜ。それはさすがに遊びだろう。仲間の声を信じて、暗闇の中でも的確に敵を倒す、そういう訓練であります。なるほど、やろう。先輩とは思えないほど騙されやすいな。可愛らしく見えてきたわ。1番と6番じゃ。私だ。6番は私なのだが、何をすればいいんだ。まさかこの2人が。うえー、いいですか。ゆきさん、なんで私に聞くんだよ。王様が決めたことだろ。はい、ユイナ先輩もこの先加えて。お前が加えてるこの反対側をか。うん、そして両方から食べ進める。はあ、そんなことしたら口と口がくっつくじゃないか。そう、だから逃げたくなるだろう。ほら、度胸が試される。なるほど、確かにそれは相当なメンタルが必要となりそうだな。だから、はい、マイル。あります。本当だ、その通りだ。この私がそんなことすら忘れてしまっていたと、なんたる不覚。いや、それこそ私のメンタルの弱さが露呈したという証拠。うまくできているではないか、あのゲームは。普段の訓練にも取り入れよう。正気か。先輩部隊が威厳もクソもなくなるぞ。おい、お客様方には大変助けてもらっており、さらにで誠に恐縮なのですが、イベントにご参加する余裕はございますでしょうか。よくしてもらってるし、話は聞くよ。はい、本日浜辺にてこの海に一番似合う女性を決めるミスシーサイドというコンテストを催します。皆様の参加なくしてこのコンテストはありえないと噂されるまでになっており、ご相談となりました。まあ、ハンサー倒す以外にやることないし、参加でいいよ。ありがとうございます。それも訓練なのか。大胸筋、上腕二頭筋、腹筋、大腿四頭筋など全てが平等に鍛え上げられているかの査定となります。もしかして筋トレをおサボりでも。まさか。そういうことなら参加する意義はありそうだな。いいだろう、バランスよく鍛えられた体を査定してもらおう。素直すぎて虜になってきたわ。ファンクラブ作ってその運営に力入れたくなってきたわ。